日本の NPO や NGO で働いている方をゲストに招いてお話を伺う NGO 世界を見つめて、後半からは私鎌倉が進行を務めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前半に引き続きまたですね、話をどん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 深く聞いていきたいなと思っています。はい、今回第7回目になります。でセカンドハーベストジャパン制作提言担当マネージャーの柴田裕二さんをお招きしております。で前半ではですね、柴田さんにセカンドハーベストジャパンさんの概要ですとか、さまざまな活動内容についてお話しいただきました。4つのプログラムとかですね、具体的にいただきました。で後半ではこのコロナ禍での取り組みですとか、各プロジェクトについてさらに深掘りしてお伺いしていきたいと思います。柴田さん、改めて初めてどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前半もたくさんお話しいただいたんですけども、はい、前半で、はい、いただいた活動の他にもセカンドハーベストさん、さまざまな取り組みをされているということでお話を伺いたいと思います。柴田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。私たちの活動、そのフードバンク活動を、行っていく上で、そのまあ、いいことやってるんだから、こう他のことはまあ適当でいいんじゃないかみたいなふうに思われたりもするんですけれども、そういうことは一切なくてですね、必要とする方々に安心で安全な食品をちゃんと届けるっていうことをしないといけない。そのために必要なことを我々は取り組んでいまして、例えばここに書いてある食の安全性っていうところですと、受け取っている食品というのはすべて QR コードで管理されていて、入出庫管理をしています。そしていつ誰が どの団体にどのくらいの量を提供したっていうのが分かるようになっています。で特に私たち その扱う食品というのは賞味期限が差し迫ったものもあったりもしますので、はい、通常の企業さんがやる物在庫管理とはまたちょっと違ったやり方をしないといけないということで、また我々 のスタッフの方ではですね、食品衛生管理責任者の資格をと取っていたりですね、はい、食品の品揃えをちゃんとしていく上では、その冷蔵品をちゃんと保管できる設備を整えるということをやっています。はい、また必要な方がですね、いつでも使えるようにというのが私たちの目標なので、特に、私たちの事務所、東京台東区の浅草橋にあります。そこの、直営でやっている浅草橋のフードパントリーでは、週4回、月16回開催して、いつでも必要ということであれば、その時に来ていただくと受け取れるということをしています。また IT システムも使っていまして、うちから団体へ提供するときにもですね、ちゃんとウェブ上で予約できるようなその予約システムっていうのも、作っております。また私たち その食の支援の形と、はい、新たなその革新的な取り組みというふうに言わせていただいてますが、新たな形の提供という、まあ、モデル提供ということもしていて、丸ご飯というブランド名で、展開というかですね、ご案内を、しています。ここで、動画の方を見ていただければと思います。Japan is one of the richest countries in the world. Yet nearly 2 million people report not having enough food at least once a week. To address this challengeWe wanted a market that reflected the Japanese values of modesty, humility, and reciprocity. A new style of public asset that builds on these virtues, making it easier to access food. So, we tapped into the deeply held value of giving back. Ongaishi. まあ、とてもやっぱり我々の日本の文化の中で、恩返し、十分ありますよ。あなた我慢すると悔しいですよ。First, we completely changed the customer experience.New name, new logo, new in-store design, new everything. Second, we instilled a belief that people do want to give back and will if asked. At the Maru Gohan, you select the food you need and make a pledge to give back by doing something for others. When people give back ongaishi, they feel good, like a valued member of society.
Marugohan has become a case study in itself. It was awarded an Expo Live grant by the Expo 2020 Dubai and has become a model for matching surplus food with unmet need. Between October 2019 and April 2020, we saw a significant increase in the number of users. 自分は社会貢献によると、まあ、バロンティーというかですね、何でもいいんですけども、もうちょっと社会短くなってきます。恩返し、giving back, we are all so much better off. いや、本当にこう、たくさんの人が、ね、笑顔で集まってこう、また丸ご飯っていう名前がこう、和を感じたり、こう丸だったり、はい、すごいこう幸せな気持ちになると思います。もうちょっとまた詳しくご案内いただけますか。はい、はい、あの丸ご飯というのはですね、まあ、食を通じて、社会自分も社会とつながっていくということで、その中に中心としている考えは恩返しというのがあります。でこの丸ご飯というのは、まあ、スーパーマーケットスタイルで、まあ、ご自身でこう必要なものを選んでいくんですが、通常ですと、お金会計の時にお金でもちろんすると思うんですが、この丸ご飯の場合は社会貢献でお支払いするという形をとっています。そうすることによって、まあ、自分もそのただ受け取っているだけではなくて、自分も何かがあの社会に貢献するし、またそのプラスの気持ちというのがその社会において、良い方向でのスパイラルになっていくのではないか、うん、そして、まあ、その受益者さんも社会が身近に感じられるようなものになっていければということでやっています。はい、はい、ありがとうございます。で丸ご飯もあのそうなんですけども、あのもう一つ前半でもちょっとこう名前が出ておりました10万人プロジェクト、はい、これもですね、あの大変ちょっと関心があるプロジェクトなんですけども、そのお話についても伺うことできますか。はい、10万人プロジェクトですが、あのこちらは2016年に、立ち上げたプロジェクトでして、そのフードセーフティーネットを構築していく上で、先ほど言ったその食品を受け取れる場所っていうのが各地域にあった方がいいだろうというところで、東京において、1400万人の人口の中では少なくとも、まあ、73箇所のそのフードパントリー食の交番が、できればいいんではないか。でまた、近隣の埼玉神奈川も含めて約16万人の受け皿になるような場所、合計で約135箇所のフードパントリーがこうできるのはいいと思っていて、また2020年、まあ、もう終わりましたけど、東京オリンピックがありますと、はい、その時に、世界にですね、この日本においてもこういう形のフードセーフティーネットがあるんだよっていうのをあの発信したいということで始めたのがあります。で実際現在です。あの2020年においてはあの達成としたのは109箇所だったんですね。まあ、コロナ禍ということもあり、あのちょっといろいろ制限がある中で、はい、だったんですが、まあ、今年、まあ、2021年はその補完の年というふうに位置づけして、進めていましたところ、あのここの出ているように、まあ、東京な、はいは80箇所、神奈川12箇所、埼玉67箇所で、計159箇所があのフードパントリーの活動が始まっていますというところです。で、上 の, そのフードパントリーの設置目標32ってなっているのは、もう神奈川県がちょっと手薄になっているので、まあ、あの2021年、まあ、引き続き今度は神奈川を注力して、はい、フードパントリーの設置ができるように頑張っていければと思っています。でここでですね、あのフードバンクとかフードパントリーとかもいろいろ出てきて、あのなんじゃそらというところもあると思うので、ちょっとここで説明させていただきたいんですが、あのフードバンクというのはですね、あの余剰食品を企業や個人から預かって、まあ、福祉分野で活用する全体の仕組みと考えていただいて、でフードパントリーというのは余剰食品を生活に困る個人の方へ、まあ、提供する活動、まあ、必要とする方の地域の食料庫というふうに考えていただければと思います。で図解で絵で見てみると、まさにフードバンクなんで銀行を考えていただければいいんですが、あの通常ですと本当
銀行があって、そこに企業さんが大口のお金のやり取りであったりとか、さまざまな、やり取りがあると思います。でまた個人 の, そのいる方々に対しては、地域にある ATM からお金を引き出したり必要な時に使えるっていう、そういった仕組みだと思うんですよね。これが変わると、フードバンクもあんまり変わらずにですね、その大口のやり取りが、できるのが、そのフードバンク、ここの上にあるバンクで、その、ここに大量の食品がこう行き来してますけども、そういうやり取りができる。で、フードパントリーっていうのは、本当、地域の食に困った方々向けの、この小口で受けれる場所というふうに考えていただければよくて、フードパントリーはこの緑の線の丸で囲った部分で、バンクとしての仕組みというのは、ここの赤色の線で囲っている部分が全体的にフードバンクということです。でこうすることによってユーザーフレンドリーな名前になるかと思っています。日本においての課題っていうのは企業さんがフードバンクだからうちの食品寄贈できるだろうと思って打診したら、うちは個人しか相手にしてない提供してないので大口は受け取りませんとかですね。で逆に困った人がフードバンクだから食料支援してくれるだろうと思って問い合わせしたら、いやうちは団体とかそっちにしかやってませんのでっていうので、名前で分からなかったっていうのがあったんですね。でなんで我々2014年ぐらいから言葉のちゃんと使い分けましょうということで言って、昨今そのフードパントリーという名前がちょっと知られてきたかなというふうに感じています。ありがとうございます。佐藤さん、今丸ご飯また10万人プロジェクトお話しいただいて、本当こう具体的な個人を見つめる活動だと思いました。佐藤さんはどのようにお感じになりましたか？はい、ありがとうございます。今ご説明いただいたように、こうフードバンクとかフードパントリーという言葉何気なく使っていても、僕の中でもちょっと概念が混乱してたかなという部分があるんですけれども、まずこれを知っていただくことで、本当にこう公共のインフラ、公共の財産として、うちの地域にも欲しいなという声が出てきたり、働きかける人が増えていったらいいなということを感じました。ありがとうございます。で現在コロナ禍で大変な思いをされている方たくさんいるというお話も前半です伺いました。そんな中行っている活動があると聞いたんですけども、そちらについてもご紹介いただけますでしょうか？はい、コロナ禍の対策なんですけれども、セカンドハーベストジャパンもですね、その完全、感染予防を本当しないといけないという中で、ご存知のように2020年の2月ぐらいからですかね、そのイベント自粛であったりとか始まりました。で3月頭には全校休校になって、その後緊急事態宣言が出された時に、その時に一気に利用するというか希望する方が増えてきたんですね、はい、で我々の方ニーズが高いというところと、また3密を避ける感染予防をしながらで その食の支援をしないといけないというところで、はい、苦労した部分もあります。でその中で現在始まっているのが、沖縄県での相模総理プロジェクトというのが、2020年の7月から始まっていて、現在も続いています。でこちらもですね、沖縄においてはその一人親家庭の方々が結構いらっしゃるということと、感染拡大がしていてですね、その国際通りとかがもう観光通りがないっていると、インバウンドも喪失があって、そこに関わっている、一人親家庭、の方々だけではないですけども、はい、非常に影響を受けたので、その方々への食の提供を現地行ってですね、現地のフードバンク団体とか、はい、あとは米軍の方とか、いろいろいろんな方が関わっていただいて、食の提供をということをしています。始めた当初は700世帯ぐらいだったんですが、はい、上がっていって、今は今月ですともう3000世帯ぐらいに、で予約もすぐ埋まるっていう形になります。なるほど、それだけこう緊急性が高いといいますか、もう公表というか、公表したらもうすぐに予約が埋まってしまうということは、かなり緊急性が高いという感じですかね。そうそうですね。
やはり経済状況、仕事が戻ってこないっていうのが一番だと思いますし、政府の現金給付 の、 その支援制度っていうのも、はい、長く続いてるわけではなく、貸し付けの制度もありますが、結局満額でみんな借りちゃって、継続ができない、ただ借金が増えたっていうだけの状況なんですよね、はい。それは沖縄だけじゃなくても、本当この東京も神奈川もいろんな全国各地で送っていると思います。はい。で、次に、私たちの方でやっていたこちら都内の方ですと、写真右側の方ではうちの浅草橋で の、 その受け取りのところの一部様子なんですけれども、本当フェイスシールドをつけて、感染予防をしながら外で全部受付して検温してっていうふうにな形で提供してたりしてま、しています。で、また学生さんも今回結構影響を受けた方々だと思います。特に下宿で来てる子たちで、親御さんが影響を受けて、で自分もアルバイト、飲食のバイトしてたけど、もうそれも、なくなってしまったと。で、アルバイト代が入らない、親からの仕送りも減った、もしくはなくなったというところで困ってしまう学生も多かったので、いくつかの大学のところで、サポートということをしていたり、先ほど見た都内の方でもですね、一人親世帯向けに、食の支援というのを強化して、やってきています。東京 の、 フードパントリーもですね、やはりこうコロナ前と、コロナ禍の今ということで、はい、どのような変化といいますか、ありました。そうですね、はい、もう2019年と比べると2020年の私たちの直営でやっているフードパントリーというのは、浅草橋と、埼玉県の八潮市と神奈川県の大和市の3カ所であるんですが、はい、そこの利用というのが、前年比で合わせると 2.9 倍になっていますと。で、浅草橋については、はい、前年ですと大体60人ぐらいか、そのくらいの利用だったんですが、はい、多い時で320を超える日があったっていうのがあります。で、今はもう、だいたい100人前後ですかね。で、土曜日とかですと120人とかになるような感じで、はい、なかなか利用っていう方々のは多い感じがありますし、そういう変化がありましたね。そうですね、沖縄もの話だけじゃなく、まさにこう日本全国がこのコロナ禍で食に困っている方増えてるんだなと改めて思いました。東京では平時の5倍を超える利用者になったということで、今100人と、ね、お伝えいただきましたけど、まだちょっとコロナ禍先が見えない中、この状態続くのかなと思いながらお話を伺いました。佐藤さん、いかがですか、お話を今聞いて。はい、そうですね、やっぱりコロナ禍って一言で言ってもやっぱりすごくいろんなところに影響があるもので、やはりいつ収束するかわからないということであったり、減ってしまった仕事だったり、さまざまな機会が戻ってくるかどうかわからないという不安があると思います。その中で少なくとも職に対するアクセスがあるということがどれだけ安心感につながるだろうかというのは、すごくお話を聞いていて感じるところがありましたね。佐藤さん、ありがとうございます。この番組を聞いてです、聞いてる皆様、じゃあ何ができるのと、そういう質問思われてる方多いのではないでしょうか。で、今日ですね、いろんな取り組みについてお話しいただいたんですけども、この関心を持った方、また今見てくださっている視聴者の方、あと企業の方も結構見ていただいてると聞いてるんですけども、そんな方々がですね、セカンドハーベストさんにぜひ参加したい、応援したいと思った方にどのような方法があるのかお伝えいただけますでしょうか。ぜひご協力いただきたいと思っております。で、個人の方でも企業様の方でもですね、私たち言っている寄付の仕方というかですね、協力の仕方ですと、一つは食べ物の寄付というものがあります。また、お金の寄付、時間の寄付という形で、いつでも私たちお待ちしておりますので、もしですね、当団体の方に
お越しいただけるということであれば、その時間の寄付というところでボランティアに参加していただいてもいいですし、ちょっと無理かなっていうのであれば、お金であったり、また食べ物の寄付っていうのをしていただければありがたいと思っております。またその他のやり方ですと、不要になった本や CD などでですね、それを提供することで、私たちの活動にの、寄付になるということで、チャリボンというのをやっていますし、あとはですね、アダプトファミリープロジェクトというのをやっています。これは、特に夏休み、冬休み、春休みの、その長期の休みの時の前のタイミングで、もう一つの自分の家族に対して、プレゼントというかですね、まあもう一つの家族として、一つ食品のパッケージを作ってそれを提供するっていう風なプロジェクトをやっています。まあ、よくアダプトっていうとその養子縁組だったりとかそういう形の意味ではあり使ってますけど、まあ、それも同じで、まあ、もう一つの自分の家族の、食べ物をシェアするっていうプロジェクトでやっていますので、ご興味のある企業さんでしたり学校でしたりとか、ぜひ、ご連絡ください。また私たちのその活動っていうのは公共資産で なっていくということであれば、さまざまな、ステークホルダーの方々とのパートナーシップが必要です。いろんな形でできると思います。でプロボノで その関わりであったり行政であれば必要な方へ届けるため そのインフラであったり情報銀行への対応であったりとかですね、そういったことでも一緒に連携できると思いますし、また行政政府にとっても、我々と一体どういうことができるのかっていうのをちゃんとコミュニケーションを取りながら、進めることができるのではないか、またそういうことが必要だと思っています。そうすることによってですね、昨今よく言われてその SDGs の1から16まで そのゴールを達成する上で、やはりそのパートナーシップというのが必要なので、皆さんとご協力していただやっていきたいと思っていますので、どうぞ、ご連絡いただければありがたいと思っています。それによって、まあ、Food for All People が、達成できると思っています。ありがとうございます。私のからのお話は以上になります。柴田さん、ありがとうございました。ぜひですね、皆さんにもこのセカンドハーベストさんのウェブサイトをご覧いただきたいです。で、この動画のですね、概要欄にセカンドハーベストさんのウェブサイトの URL 記載してますので、ぜひアクセスしてください。で、今、さまざまな参加方法をご紹介いただきましたけど、柴田さんが前半の冒頭にですね、やっぱり学ぶ機会がすごい大切だとおっしゃってくれました。私たちすごい誤解があったり、知らないことを思い込みでいろいろ考えてしまってるところがあるかもしれない中、このセカンドハーベストさんのウェブサイト、本当に公職でしたり、フードにでしたり、本当にいろんな情報を提供してくださってますので、本当に皆さん、まずは触れて学んでいただければと思いました。本当に柴田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、佐藤さん、あっという間に時間が来てしまいました、はい、本日はセカンドハーベストジャパン政策提言担当マネージャーの柴田雄二さんをゲストにお話を伺ってきましたが、佐藤さん、いかがでしたでしょうか。そうですね、やっぱり話を聞けば聞くほどに一地域の問題とか誰かのこう特別な問題ではなくて、本当ディストリビューションの問題、どこかには余ってるのにどこかに届いていないっていう、本当に公的に何かシステムが必要な問題なんだなと思ったのと同時に、こういうことに携わることで自分自身もまたこう気持ちよく社会の一員として生きていけるんじゃないのかな、そうした点もあるなというふうに思いました。今日は貴重なお話ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ改めまして柴田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回の NGO 世界を見つめてでお会いしましょう。じゃあ皆さん、さようなら。さようなら、ありがとうございます。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。